山社長にいつもやられてるから仕返しをしたい、はい、ゴルフ楽しんどる場合じゃねえぞ見てろよ社長あんたが責任取ってくれるんでしょ。だから俺は塗り替えの子にやってもらうって聞いてやってもらっとんの。じゃあもうちょくっとるかよ。これダサいです。ダサいです。もうダラしないと。おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。今日はですね、寺岸さんが大嫌いな社長ですね。はい大好きな社長だった。めちゃくちゃこの前も大嫌いって言ってたんですけど、本人目の前にして、はい、そんな社長にいつもやられてるから仕返しをしたい。お、新年早々私たちもそろそろ社長をはめないとなという、そろそろね、やっとかないと新年早々やられるなんて絶対思ってないじゃないですか。おう、うん、ということで私たちもはめたい、寺岸さんもやり返したい、うん、一石二鳥、はい、どうやってやり返すんですか。それをどうするかを決めようかなと思って、とりあえず寺岸さんはめたいだけで相談を私にしてきたんで、はめたいっていうか、なんかそろそろやらねえみたいな、うん、最近社長はめるとかもなかったじゃないですか、ドッキリ系が。そうですね、はい、そうだし、油断してる今のうちにね、ゴルフ楽しんどる場合じゃねえぞもともと言ったってくださいもう一回、もう一回行こうビビっちゃってる今からはめるって今からだからそれをやりたいっていうことで、はい、何をするかちょっと考えてもないんですけど、まだ全く、うん、どうしますかっていうので、とりあえずオープニングを取りにしたんですけど。あ、そうそうそう、見てろよ、違ういや、なんかもういろいろやりすぎて、いろいろやっとるもんねんじゃねえかも。そう、だから社長もなんかこう来たらこれドッキリだなとか分かっちゃいそうなことばっかじゃないですか。あ、分かっとったらもうダメだね。そう、だからやったことないような手とか使わないと。どんな手かも。でも楽しそうですよ、もうすでに。はい、それは楽しいでしょ。いつもやられてるし、まあ社長に仕返しですね。うん、私はなんか誰かゲストで呼ぶのもありだなと思ってるんですよ。ゲストか。だからその、まあ、ゲストを誰呼ぶかですね。足場班、社長の友達。社長の友達は面白いな。ニノスの正さんとか。おお、いいな。でも一回共演してますよ、ね。いっちゃーったー、どうやっちゃうと、俺はめられたやつだぞ俺。あんま頼みたくねえな。でもすぐ頼めて。ちょっと面白くなるのは、そうやな、演技力ありそうやもんな。あんまり気が進まんけど俺は苦い思い出あるやり返しましょう。なんかワクワクしてきた。ワクワクしてきた悪い顔してますね。木下さんかニノスの正さんにちょっとチンプレ役またやってもらって社長に喧嘩売るっていうのもありですよ。そんなもんバレるやろ。バレるで。だからそれをただ単に喧嘩売るだけだとバレますよ。だけどお客さんってなった時に相手せざるを得ないじゃないですか。どんな方でもお客さんの役やらさ。そう、お客さん。あ、それおもろいな。お客さんとしてチンピラかとか、ちょっとチンピラのお客様みたいな感じで、まあ、電話で何、まあ、そこ、まあ、会っちゃうと分かっちゃう。会っちゃうと分かる。電話、まあ、電話でちょっと、まあ、ボイスチェンジャーとか使ってるし、あ、ボイスチェンジャー使えないか、まあ、最悪何かしてでもとりあえず電話越しに。いや、お客さんって言って電話かかった時点で、あの声似てても余裕あんよ、怒ってるんやし、なおさら。そうそうそう、だからちょっとチンピラのめんどくさそうな客さん。みよちゃん悪いな。悪いな。どんな顔してんだよ、ほんま。ニノスの正さんは木下さんにやってもらって、ニノスの正さんと協力をして、うん、チンピラのお客様を木下さんにお願いして、あ、まあでも一回とりあえず二人に要請しよう、してくれるか確認しますか。うん、とりあえずまだ話しやすいニノスの正さん、うん、あ、もしもし、すいません、今いいですか。どうしたの。今日とかってもしお時間あったりしたら撮影に協力してほしいんですけど笑ってる。あの、寺岸さんと社長を はめたいっていう話してて、これには協力が必要だと。協力者に選ばれたのが正さんです。お願いします。木下さんにもお願いしようかなと思ってるんで。あ、本当、はい、2人のお時間が。あ、すいません、ありがとうございます。また電話します。はい、え、乗ってくれたよ。はい、いや、あんまんじゃねえか。正さんからすごいよ。じゃあ次、木下さんに。もしもし、お疲れ様です。もし、明けましておめでとうだね。あ、おめでとうございます。あの、早速お仕事のお依頼したいんですけど。なんでしょうか。あの、寺岸さんと、あの、塗装班の寺岸さん。変態仮面。あ、そうです。あの、木下さんが昔はめたチンピラ役で、はめた寺岸さんと、正と、あの、社長をはめようっていうことで。乗ってきた。今日時間があれば。あ、全然いいよ。あ、いいですか。じゃあちょっと時間調整してまた連絡します。2人ともゲットです。2人に会って作戦をもう一回もう一回練り直そう。そうですね、うん、そんな感じで。じゃあ飛ばしてください。すごい楽しみです。ヘイゲイ。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。早速ありがとうございます。今日の今日であの方と、いや状況がちょっとあんまり理解できないので、いやもうあの見てください、寺岸さんが社長に何かをやしたくてしたくてしょうがないんですよ。日頃めちゃくちゃやられてるんで、あれだろ、仕返ししたいんだろ、仕返ししたいですね。要は、ちょっとたまにはやってやりたいっていう感じで、そうそうそう、で、2人にチンピラで絡まれたりもしとるし、いろいろ恨みはありますと。なるほどね。で、どうすればいいの、内容的なもんは。ちょっと考えましたよね、私たち。まあ、ちょっとアドリブ入れてもらいつつ、やってほしいんですけど。それやるけど、君らいつも急で、はい、ノープランで。今回はプランはあります。ノープランではない。今日、今回は、ちょっとプランを考えてます、一応。はい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 。まあ、一応考えたのは、寺岸さんと忠が直接仕事をやってたっていう設定にするんですよ。やっちゃったってことね。いや、勝ツームには聞いてないよ。もちろんこれは今のここでの設定だから、勝ツームがいいよって言ったから二人が直接仕事をしたっていう。仕事をお願いしたってことね。そう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 。に了承したはずのやつね。そうそうそう。本当はしてないんだけど。本当はしてないよ。って覚えてねえのかぐらいの感じでいけばいいんだけど、まあ、そこ、うん。そしたら寺岸さんがまさかのそこでまあなんか物損とか、あまあなんかいろいろペンキの色塗り間違いとか、まあ何かしらのやらかしをしてしまったと、はい、でやらかしをしてしまったから責任取れよっていう、ああのなんていうの、絶対的な話はそういうことね。そう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 、まあ、大まかに言うと責任取れよを正しが勝つのに電話すると、お前が、あ俺も俺の俺ね、俺がだよ、俺がね。そう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 、テレビさんがやってやらかしてしまった責任を、うん、寺岸さんではなくお前が取れるっていう。なるほどね。絶対納得いかないから、あの人はそれで。なんで俺みたいな感じになると思うんですよ。俺関係ねえだろみたいな、責任施行でやってるし、うん、ってなるけど、いやお前が取れよみたいな感じで、そうそう、まあ、むちゃくちゃな人間になってもらって、あ、そう、そういうことね。で、まあ、だけどそれだけじゃちょっとね、いや面白いと思うけど、多分その、もう納得もしないし、うん、ドッキリって気づくかなっていう、うん、まあ、そこでチンピラのお客様役を木下さんにお願いしちゃって、バレるかな、あ、まあ、会うことはない、バカだね、バレるか。電話越しで、電話越しで、ちょっと会わんのね、電話会わない、会わない、会わずに、まあ、なんかやらかしてしまったお客様の電話を、電話、お客様役を木下さんに、電話で電話で俺が勝信を詰めればいいわけね。そう、でだからめちゃくちゃなことを言っとる正しに詰められた後に、なんかちょっと冷静な感じで詰められるみたいな、木下さんに。そうそうそう、大丈夫かな、分かる分かる、行ったこと分かる、行ったこと分かる、そうそうそう、声とかアイドルは気づかんと思うんだわ。気づきそうですけどね、本当分かるかな、喋り方も普段の喋り方だと、ちょっと帰ればいい、あれキノピーっぽくねみたいな感じになっちゃったらもうボツですよ、そこで。あ、もうそれでゲームオーバー、バカだね、大丈夫やない、バカだね、もうむちゃくちゃだね、心配だよ。いや俺はだって俺だもん、本人役だもん。そうそう、そうか、本人だけど、でも結構このただしの煽りが、うん、どこまでいけるか。そう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 、いや緊張する、本当嫌いなの、いや、これ映ったわけだよ。いつもいつもやられとるでな。仕事お願いして下手打って責任をあいつにぶつけるっていう。そう、本当は許可も取ってない、許可も取ってない、勝手に許可も取ってないのに直接やることを、うん、勝手に許可取った体にして、うん、覚えてないから、そういうの多分ね、まあ、そうだね、今までの付き合い人とかそうだね、多分いろんなことがありすぎて覚えてないから、まあ、適当に嘘ついて、でもとりあえずそれも信じさせるのも正しの技。了解、頑張ります。で最終的には会社に呼び出せたらいいなと思ってます。勝信をね、はい、でまあ、今一応勝信が急に会社に来られても困るんで、うん、ゴルフ練習行くって言ったけどたまに帰ってくるんで、うん、あの4時ぐらいに安井さんに尾行してもらってるんですよ。てら大掛かりだね。安井さんにちょっと電話してみたいと思います。了解です。あ、もしもし、あ、もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れさん、どうですか、そっちちゃんとつけてるよ。本当ですか。社長今どこにいます？ついさっき家帰ってきたところよ。あ、本当ですか。じゃあもう今から私たち攻めてくんで、もしまた出てったりなんか分かりそうだったら。オッケー、なんか動きあったら言うわ。はい。まあ、会社に来たらまずい。会社に来られるのとどっか逃げ出そうとしたらやばいですね。とりあえずじゃあ家から出てきて、はい、あの動きあったら絶対言うわ。まあそのどこに行くかにもよりますね。会社方面に向かってたり、なんかちょっと逃げそうだったら電話欲しいですね。別になんかスーパーだけとかだったら、まあ別に最悪電話つなげれてたらいいんで。オッケー、わかりました。はい、お願いします。はい。
もう今家にいるらしいんで、やつはやつは家にいるらしいです。早速進めますか。もうやはりやってる頑張る頑張る。でもちょっと緊張もあるけど、ちょっと楽しそう。楽しいよ楽しいよ。いいですか、田橋さんが電話してもらう。俺が電話しないで、だってここ私はいない手ですからね。あ、そっかそっかそっか、もう分かってないよ。そう、楽しみすぎてハプニングになってる。で、木下さんもいない手だからね。かけるよ。うん、いきます。です。おはようございます。カズ、ごめん、これ聞こえる？あのさ、ちょっとさ、話があるんだけどさ、寺岸くん、寺岸くんにさ、仕事をさ、まあ、いっぺんさ、やってもらっとんだけどさ、いや、現場ね、塗装をやってもらっとってさ、で、何かって、寺岸くん、今さ、天気やってもらったんだわ。終わったんね。終わったんだけど、だいぶちょっと問題になっとってさ、上なんちゅうの、変な話、色が全く違うんだ。塗った色がクレーム、まあ大クレームだね、言ってみると。営業だ、違う、やってもらったんだわ。前言っとったが、勝つのにさ、飲んどときさ、いいやつおるでさ、直接やれやって言っとったが。直接、熱解凍所通さずに。うん、そう、直接やれやってこと。そう、飲んどるとき言っとったんだわ。あ、そんな言ったっけ。飲んどるとき言っとったんだわ。で、それで、まあ、やっ、そう、結局結果から言うとさ、で、全部塗り直さなあかんだわ。で、打ち合わせとか全部やってもらったんだけどさ、まあまあな額くるでさ、で、寺口君だって責任取れんもんでさ、かつむとこの会社でさ、その辺も話してよ。どういうことって、そういうこと。いや、寺口君って結構な大きい家なんだわ。で、俺もだいぶ世話になったとこでさ、で、まあ、かつむがね、いいよって言って やりゃーってなったから。だからまあ、いや、寺岸君はいい、もう無理だわ、多分。わしも全部バラしちゃってさ、その辺は、カズもちょっとやってよ。うん？そう。紹介っていうか、直接やれやって言ったが、いや、腕は綺麗だったよ。だけど、色が違う。上と下が色違うんだ。でも、足もバラすのもう、うん。で、寺岸君にはさ、うん？そう。だけど、いや、責任とかじゃないの。そう、無理じゃん。無理だもんで、寺木君じゃ。お金も、足場とかもあるじゃん。手直しって、全部塗り替え。足場を組み直してさ。なんで？だって、それはまあ、寺木君がミスったら、まあ、俺もまあ、寺木君が言えんもんさ。まあ、言えん。ちゅうか、寺木君もそうやって言っとる。ちょっと待ってよ。こうやって。あ、もしもし。ああ、そうです。うちの、全く関係ない、誰も関係しないですね。いや、関係はないことはないんだわ。いや、うん、ちょっと、うん、そういうこと。そういうことじゃなくて、なんか色が上下違うんですよ。色全然、例えば大げさに言うと、黒が白になったみたいな感じなんだわ。白が黒みたいな感じなもんで。なんで？どういうこと？俺に足場もかけて、塗り直す予算出してくれるってこと？いや、もうちょ、まあ、はっきり言っちゃそうだね。俺もさ、結構迷惑かかっとんだよね。あの、迷惑したけど、寺石っていうのはあくまでも職人じゃん。うん、職人さん。これ、分からんけど。うん。いや、まあまあ怒っとるんだわ。まあまあ怒っとる。うん。で、ただしが、分からんよ、お客さんとどういう話になってるか、分からんけど、うん、だって、元請けとして、で、ただしのお客さんなんでしょ？俺のお客さん、もう、本当に大事なお客さん。でしょ？そうそう。で、やっぱ、打ち合わせには、ただしもある程度入ってるわけでしょ？まあ、入ったりね、そういうのもあるよ。は、ちょこっとはね。営業とか管理の仕事なわけじゃん。う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 
そうなると、ただしの会社に責任があるんじゃないの。そのために間入ってお前を批判してんじゃねえの。それはそれだが、今回に関して言うと、ちょっとダメなんだね。いや無理じゃん、寺岸君じゃ。俺いやいいけどさ、寺岸は無理かもしれんけど、うん、ただしが責任を負わなことじゃないの。それで寺岸とどういう話を俺したか知らんけど、うん、寺岸にだって、まあ、ある程度見てなのか、何なのか、うん、それ知らんけど、いや、じゃあ俺そうすると、うん、俺もわからない。寺岸を紹介したら全然覚えてないのか、どっちだっけ。まあ、だから言われてみれば、そんなでしょ。で、その辺もさ、考慮してさ、寺岸君にお言わなかったなっちゃう。違う、なんで？違う、うん、だいぶ怒っとる。わかるよ。そうだ、そうだよ、商売だよ。だけど、うん、ちょっと無茶苦茶だと思う。うん。金はじゃあどうしやいいかって寺岸君もできんもんで、まあ確か言うようないもんで。じゃあお前もいきなり金でお前が責任を負えって言って念押し。まあ分からんけど、そういうのは硬いなこいつ。じゃあ分からないじゃん。念押しみたいな。で、俺から金取ろうとしてそんなわけ分からん。いや、分からんけど。じゃあお客さん怒っとんだって。めちゃくちゃ怒っとんだって。じゃあ収めた感が。お前の客だろうだって。ちょっと待って。じゃあ、わかるよ、言ってること。いやさ、俺なんでこういうとこ、お客さんもさ、話しすぎるんだろうって、その YouTube とかも、ね、あれやっとるじゃん。それでもその影響があるさ、なっとるならさ、それも考えてやってよ。YouTube、その、ね、そのお客さんもその、あれで来とるやつだよ、さ、うちにも。わかる？わからん。いいよ、ちょっと変わるよ。ちょっと待ってよ。お客さんか、おるで、お客さん、俺の、失礼ないやってよ。ちょっと。いや、YouTube とか見とるだって言っとるの。YouTube 関係あるじゃん、全部。ちょっと、まあ、いい、変わってくれちゃったね。ちょっと。もういい、変わった。変わって。もしもし。もし、はじめまして。小林さん？はい。小林さん？はい。あのね、今回ね、はい、この西村くんに、うちのね、はい、あの塗装頼んだんだわ。で、塗り替え道場知ってるでしょっていう感じでさ、あのそこの職人の子だから間違いないからって言って、でまあお任せすることにしたんだけど、今回な、はい、上がってきたら全然違うんだわ、はい、で、あのちょっとはっきりしてほしいのは、どこが責任を取ってくれるんだろう。それはっきりしてほしいんだわ。塗り替え道場の職人がやっとるもんで、塗り替え道場がっていうふうに言われとんだな、今これは。はい、はい、うん、だもんね、それ、うん、あのちゃんとした形で、あの俺のとこ返してもらうのと、5万や10万の工事してもらってるわけじゃないからさ、でそれをずっと今話ししとったのよ、うん、で、あの、うん、上がってきてこんな感じだったもんね、だいぶ西村君も詰めたんだけど、うん、うん、まあ話聞いてみたら、うん、まあ小林君とこに責任があるっていうふうに俺は聞いてるから、うん、まあなんとか、いや本当小林君とこでやってもらわんと困るんだけど、田中。田中さん。うん。あの田中さんは、西村さんに、西村有吉さんに、お仕事を依頼したんですよね、ぶっちゃけ。また、あの、西村に頼んだ。で、西村に頼んで、あの、あれですか、うちの、まあ、職人が寺岸に行ってるじゃないですか。うん。どういう契約なんですか。細かいことようわからんのだろう。契約書とか、そういうのって変わってきて。特にやってないんだ。昔から知っとる子だもんで、まあ任せるわでやっちゃっとるもんさ、俺も。はい。うん。だから特になんか契約があったわけでもないんだけど。はい。うん。まあだけどね、会社も有名な会社だしさ、動画も見たことあるし、まあ大丈夫かなと思って俺も任したんだけど。で、社長もさ、普段動画で結構ね、かっこいいことも言っとるし、あ、いい会社なんだろうなと思って。ちゃんと社員のケツ吹いてくれるんだろうなと思ってさ、はい、だもんで、まあこうなってくると社長にも電話しなあかんのかっていう話になってさ、いや、僕はですね、その、うん、一つは、今僕がちょっと長く意識してるっていう形で、うん、いや、まあ、でもある程度分かってるの、西村君は
うんうん、寺西っていう、うんうん、そこら辺の話は俺分からんのだわ。三好さんが、うん、でもあんたのとこの若い子がやったことでしょ、これは。そうそうそう、本当そうそうなんですよ。あんたのとこの若い子が やった失敗したことでしょ、これは。本当に本当にそう。失敗です。働いてくれてはいるんですけど、うん、失敗です。結構失敗しました。ちょっとその西村に変わってまいれば。ちょっと待って。ちょっとめちゃ分かった。俺もなんか言いづらかった。あれだ。ただしそう、俺も一回その嫌な気持ち謝罪したよ。せせせせ、じゃあ。別にいいよ、話すのはいいけど、でも一応お客さん来とるでさ、いくらまでするの？いくら、今正直言うと今300万ぐらいかかると思うね。350ぐらいかな。うん、かかるで、中もやって、あれその、いや外もやって、カーポートとかいろいろやっとるで。うん、じゃじゃあ寺西君も言っとんだよね、そうやって実際どうするって言ったら、じゃあ社長に相談してって言っとるでさ、そうしかないじゃん、俺もだって分かる寺西君が失敗したんだよ、分かる？そう、分かるよ前も来るでしょ、塗装屋の前使ってるでしょ、うん、うん、だって失敗したのは寺西君だよ、そこ分かって、だってまあ、そう、まあいえ、話はさ、ちょっと硬いな、こいつ。いや、話すのはいいけど、違う打ち合わせです、色の打ち合わせ どこがどの色でって言ったら、上と下は逆にしちゃったもんで怒られちゃって、一人じゃ責任取れんもんね、ガクがガクだもんで、一人で責任取れんもんで、責任取れんの、前の責任取らんもんね、分からんけど、いや、これ何もありますよ、これは社長、まあ、分かる、本当に、寺口君が失敗したんだよ、いや分かるよ、大失敗だ、俺もだね、体飛んだよ、マジ言いたいこと言えとらんだよ、半分も大失敗、寺岸君が、だ俺もだってもう、いや、だも言ってもしょうがないわ、こんなもんだって、カツオに言うしかねえが、言っても伝わらんもんでも大失敗って今俺もかなりちょっと怒っとるけどさ、ちょっとムカついとるわけじゃないけど、お客さんも今さ、たぶん、うん、ま、ちょっと変わるわ、まあ、俺もじゃあいいじゃん、お客さん変わったってしょうがねえじゃん。小林くん、あんたが責任取ってくれるんでしょ、だから俺は塗り替えの子にやってもらうって聞いてやってもらっとるんだ。ここがその、ね、その田中君を、まあ、電話聞いたんだと分かると思うんですよ、うんうん、ここは、まあ、正直株式会社がないとしては何も考えないでしょ、いかん、でもそれ塗り替えの子って聞いとるもん、俺のところに田中さんそうやって言っておるじゃん、いや、それ、あんたと西村の話は、まあ、そっちでしてくれればいいんだけど、今までの話聞くと、もう、こっちはもう、塗り替えの子にやってもらっとるもんで、塗り替えの子の失敗は塗り替えにとってもらう。そうそう、本当にそう。本当に。で、その数字だな。うん。な、あんたどこにおんの？どこにおんの、今。いや、今、ちょっと出かけ、来れんのか？どこですか？あんたの会社でもいいよ。あんた話した方が早いでしょ。俺の中ではもうあんたに直してもらうのが、もう今の話の中だったら、じゃあ一回黙って、一回黙れや。うん、そうそう。今の話の中だったら、あんたに直してもらうのが筋だと思う。本当そう、そうなんですよ。で、あんた今、ね、この子たち話してるけど、俺関係ねえからの一点張りだからさ、そういうとこ。まあ、それはちょっとみっともないわ。そういうとこあるんですよ。じゃああんたも。うん。じゃあ。いや、でも、寺西は認めとるよね。で、あんたの気分どっちでもいいわ、こっち色塗り間違えられとるんだね、うん、こっちの方が気分悪いわ、まあまあ、そうでしょう、うん、ただ一回僕もちゃんと西村としっかり体で話しますって、うん、で、逆に来いとか言われてもちょっと困るし、いや、まあだけど、会社来てよ、一回、うん、俺行くから会社と、あんたの会社、うん、あんたコンクでも行くよ、俺、とりあえず、いや、もう一回僕いやいや、もう早くしたいじゃん、こういうのはもう。
もう今日じゃないとやだよ。そうそう、じゃ今からの時間どうするかってちょっと西村と話せよ。いや話はまあどうするの、もうこっちでつけていいね。まあ一歩来てよ、ほんじゃ会社俺も行くでさ。あんたどこか今どこの今外のでしょ。お客さんは止めるかもわからんけど、まあ怒っとるもさ、まあ俺話はつけやよしだよ。それでもうそっちはこっちの話するけど、会社来てよ、ほんじゃ。ちょ、いや、それは、まあ、止めるでいい。わからん、まあ、止めるけど、まあ、話を一応、まあ、お客さんに変えてもらうにはさ、あれだまあ、3分の2は本じゃ、もう、数も持つでいいよね、普通で。いや、それはもう、無事一回話せる。じゃ、逃げ取るじゃん、それ。逃げ取るかどうかもしれない。お前おかしいだろ。違う。おかしいけど、うん。うん、じゃあもういいよいいよ、別に何時もいいけど話決めたからよ、マジで。本当に俺もあのちょっとずなっとるけど危険くなっとるでさ、行くわ。何時行く、うん、じゃあ今すぐ行くわ。何時、じゃあいいってすぐ行くて、うん、行くわ。じゃあね。もうさ、いちいち笑かさんでちゃちゃ入れるじゃん。もうほんと面白すぎるしさ。ちょっと気分晴れました。いや、電話があんま言ってこんもんね。ちなみに俺ってバレバレだった。いや、私たちは見てるから分かっちゃうけど、でもなんか電話してる感じ気づいてなさそうな感じはあったじゃないですか。田中さんって誰ですか、マジで。ただしの煽りのがムカつきすぎて声気づいてなさそうっちゃなさそうだけど、だいぶイラって言いとったもんね。全然。はい、やっとビコも終わった。やつさんが来て、はい、もういますいるんですよね。もう入った、帰ってきた、間違いない。私たちは隠れてるんで、近くで待機しよう。揉めてこいね。揉めてきてくれたらで、もう最終手段はお客さんを呼び出すか、うん、お客さんがもう行くわ、どっちかんで、まあその時の中で電話するで、うん、電話していいタイミングを教えてくれる。まあ、トイレかなんか行ってね、うん、教えてもらったら、うん、うちらが行きます。嫌いなの？いや、行ってきます。じゃあお願いします。中継カメラつけといたらよかったな。中の状況がわからんやん。確かに連絡来るまでリモートすればよかったですね。そっちの方がおもろかったかもしれない。確かに、うん、社長勘いいや、怪しんでた。いや、木下さんってことは気づいてないなと思うんですけど。気づいてたとしても似てるなんで言われへんやろ、怒ってるお客さん。まあまあ、ね、そうだね、うん、怒ってるとこよう言わんやろ。おはようございます。いい、しゃ、いい。うん、どういうことだし。いや、電話喋ったことで一緒でさ、理解をあれでしてくれたでしょ。理解しない。それで俺が責任を負うのおかしくね。だって、まあ、仕事は基本的に言うと、うちが受けて、寺内君にそれで話して、やってくれるってなったと。でも、あ、全然いい。もう、疲れてるよ。全然仕事。綺麗で、もう、まあ、仕事内容は綺麗だ。で、打ち合わせとかも、まあ、順調やってくれたかもしれない。俺も、今ちょっと間が入ったりするとかするんだけど、最終、それ終わりました。で、足場もバラしました。ね、OK 出ました。OK 違う。最後、に行きました。そしたらお客さんが聞いたら、例えば、上と色を変えたと。そしたら、ここがさ、逆に極端な話言うと、黒だったんです。白だったんです。なので、まあ、これおかしいんじゃないってなってさ、だから打ち合わせしたのこれ、寺口君だなってなって、で、まあね、そこはちょっと悪いけど、いや、どっちが嫌だろ。嫌だ、これ分かる、分かる、それ分かるんだよ。それは、ただしの仕事でしょ。いや、だけど、ね、でもできない。できんのは分かるんだけど、だからお前も、だって打ち合わせなんかそういうのやらないから、うちはね。仕事しやしないし。そこはまあ分かる。そこはまあちょっと正直分かる。それ分からんだけど、うん、だけど、ただしも日本会社としてやってるわけでしょ。そうだよ。だから、俺に言うのって、だって本筋ずれてない？自分だったらどうする？だから今ちょっとね、ただしの職人さんで元請けに紹介して、確かに本もらっておると思うのに。で、ちょっと待ってください。話したんですよ、いろいろ。じゃあ分かる。自分も分かっとるってさ、俺も言ったら、そういうのすごい違うんですよ。お前じゃ大丈夫か？だってさ、ただしがさ、その、じゃあ今責任がどうとか、まあ、こいつが裏はまあそれは分からんけど、うん、じゃあお前もおかしいんだ。いや、そこ、うん、
宮地ってお前が受けたんだろ直接。あ、そうそうそう、直接受けた。俺は紹介したかもしれんけど、何とかしてください、助けてくださいってなったら話を聞いたけど、お前が払うのは当然みたいに言い方されたら、それはおかしくね。じゃあだけど、ね、認めとるじゃん。こっちを認め、こっちを悪いってことさ、でそこっちを認めとるのは関係ないもんね。だって俺、じゃあね、塗り替えどうでしょ、じゃあなんで、じゃあお前も直接やりたいってなったらなんで少しでも値段下げてあげたかったんでしょ、お客さんに。じゃあ、まあ、そうだ、そうかもしれん。だったらなんで俺に言うの、おかしい。言うとこないもん。え、欲しいじゃん。じゃあ言うとこないから何言うの。大丈夫ないって。本気で言うと、だったら塗り替え道場に頼む時もあるわけじゃん。そうだよ、だけどゴミじゃない、全部やってくれって言ってたで、うちだって俺はだって仕事だけだったら頼めばいいんじゃないって言ったんじゃないと分からんけど、俺も秋覚えてた。そうそう、だから打ち合わせとかも全部やるなって、いつもうち営業かましてやっとるじゃん。そうだよ、だけど足場の段取りとかそれでやったんでしょ。じゃあやったよ、やったよ。でもそれだったよ、なんで俺にじゃあその350万かかった工事を300万手直しかかるから。まあはっきり言うわ、まあ、300万は何大げさだ、まあ、250万でいいよって話しとる。いやいや、それって無理でしょ。だって無理じゃない、なんでうちの営業ちょっとこれ意味だ、ほらマジで本当に。だってうちの営業通しやりゃよかったでしょ。じゃあそうだよ、だけど仕事に、じゃあうちだって別に一般の人に出すんだから出してないでしょ。ある程度業務会社とかに出すね、なんとかしとるわけじゃん。そうで、その代わり営業の現場管理がつきますよ。そうだよ、あなたが営業やるわけでしょ。で営業はつかないけど管理がつくわけでしょ。で今回、ね、ここに現場管理までさせたわけ。まあまあまあ、あなたは話は大きくしてそうかもしれないけどさ、一個ずつしてたらさ、やっぱり自分でも悪いって言ね、言っとったじゃん。お前のミスがあるだろ。そういう話になったら知らん。現場管理までやりますよ。それはそういうことなんだ。そうお前ら工事金額が安いとか高いとか言うか知らんけど、打ち合わせする人間にもお金かかるし、保証する人間にも会社本体を保証しなあかんし、営業で見積もり契約等のお前もとかに抜いとるんだろう。だってでも俺もね、その悩みはその2人とかって知らんと思う。じゃあ、あなたも抜いとるんでしょ、利益。俺は仕事だね。250で振ったところ100抜いとるやん。そうだよ、それ出せよ。じゃあだって250、100は出すけど、やだ、もう何気に俺が250出さなあかんの、おかしいじゃん。ぶっちゃけいくらかかんの。200取ったじゃん、さっき200。うわ、ちょっと分からない。100利益ってどんなの、それ出していいじゃん。300が上がってくれて、俺はほんといくら出して、お前らいくら出すの。じゃあ俺はその辺も、その話をすごい。でもそれ出さない。じゃあもうちょくっとおかよ、これ。出さないです。ボギガスの。ダメです。もうダーラしか言ってる。おかしいんだろ。じゃあ今お前もよく書いて、それやったことよく書いてやったことだって、お前が悪いんだよ。で、なんで俺にお前の2回通しじゃあ2回通し通してくださいってやばっただけのことじゃねえよ。いや、通したら。ちょっとお前の管理なんかできもせんのに、お前打ち合わせまで全部やる。いや、もういいよ、もうな、喧嘩してもしょうがない。出してくれ。あ、300出してくれ。おちょくんな、これ。おちょくんな、じゃあ300出してください。それで話決まったやつはさ、無理。じゃあ、じゃあ、金くんがね、かっこいい言っとったよ、出ないと。お前が一番みっともねえだろ。みっともなくない。金はねえよ、知らんけど。出して、300万持ってきて。いや、300。何もらったの。じゃあ、もう言ってるじゃん。もう俺は半分、俺、ちょっと待って、まあ、買って。じゃあ、まあ、いいでしょ、なんで。こっちも忙しいの、お前は。くだらん話。いや、いい。ちょ、そうです。大丈夫です、大丈夫です。来たんだ。もういいっておしゃべらんよ。いややっぱその話してよ。しゃべらん。いや、俺もさ、まあ、じゃ抜き幅もない、少ない。お前そんなもの言わされて何で俺が言うんだよ。じゃあ、まあそんなよ、話して。一人物頼むタイプじゃねえだろ。じゃ頼んでないよ。当たり前のこと言っとるだけ。なんで当たり前やんの、おかしいだろ。まあ300じゃ決定で、ね。わからんよ。まだ、あ、話してよ、俺も。俺なんで俺ちゃんとしゃべらんの。俺のさ、抜き幅少ない。だから100万抜いとるぞ。じゃあ抜いて少ない。じゃあそれやっとるわけ。どういうこと。まあ、その辺はわからん。でも300で話は進む。連絡来ました。来ました。今から、正しい電話します。はい。おい、まだか。まだか。近くで待っとんだけど。あ、行くぞ。もう会社の前におんだわ。まあ、多分大丈夫と思いますよ。じゃあもう今から行くで、ちょっと。そう、おれよ。もう会社の前におるで。今から入っていくで。切れた。いきますよ。なんでですか。あ、ちょっと
おい、誰が払うんだ。おい、誰が払うんだ。おい、誰が払うんだ。おい、おい、あんたが気になるよ。どうすか。お前、間違えたろ。マジで？お前前々かっこ悪いな、お前なすこれ、ちょっと待てよ。いやいや、ほんとにマジでよ、マジでダンス持ってないよ。ずっと嫌いだい。それリアルでしょ。そこだけリアルだよ。昔これで歌うかな。いや、言ってることめちゃくちゃいない。マジで関係ない。しかもさ、もうあるな、もうなんか間違っとるって分かっとるよ。出すところもないし、その300万自分が出すの嫌だから。そうそうそう、で利益も出るわけ。しかもさ、ここも利益出るわけ。私もそうだけどさ、電話の時もさ、愚痴っぽいもんね。どこですよ、本当に利益ペコリ。なんでこうなんだ。でもここが寺木さんにチンピラで絡んだ2人だから、協力してくれるのは誰かなって考えた時に、足場班、シャリー、友人って考えた。足場班もシャリーも社長に負けると強く言える人がいないから負けると、うん、かといってうちら3人は無理じゃねってなって、うん、もうそれだったら友人だよねってなって。友人でも言えんて。友人と言ってました。俺は俺と競争だよ。ちょっとで興奮するかも分かったもん。こっちの理性があるからさ、理不尽な言葉が出てこんのだもん。新年一発どうでした。新年そうそう、まあ、締めんとれよ。ドッキリは毎回お前らが締めるんだぞ。それは流れる。まあこんな形でまだはめていく、こんな形でまだはめていく、こんな形でまだはめていく。じゃあまた。あ、ちょっと宣伝だけさせて。あの足場の買い取り、はい、あの足場の買い取りはもう全国今買い取りしますので、まあ、ちょっとトラックの出会いもいろいろあると思いますけど、まあ、その自分たちで使うので絶対にあの足場の買い取り屋さんは買って売ることがあるっていうのが、まあ、ある程度安いけど、まあ、ある程度いい値段で買ってると思いますので、1個でお願いかなと。あと何か飲み会とゴルフ、ゴルフは3月19日、ゴルフがありますんで、あとなんか6大イベントが、もう登録中でいろんなイベントとか、あのイベント会とか、いろんなもの、撮影協力お願いします。撮影協力ね、あ、島屋さんが登録上司、撮影協力、島屋さんと、塗装屋さんとか、その登録ぜひ、お願いします、はい、お願いします。せーの、また見てねー。めちゃくちゃ良かったです、見せられた。チャンネル登録お願いします。